百州武道具店の動画。うちが弱い、もっと強く打て、そんなんで一本なるか。ああまたうちが弱いって怒られちゃった。いつも怒られるからもうなんかつまんなくなってきたな。お悩みかね。その声は切り返し仙人。切り返し仙人、助けてください。いつもうちが弱いって先生に怒られるんです。うちが弱いってどのぐらい弱いんだ。ちょっとわしを打ってみろ。めっちゃ効くやん。仕方ないね。うちをもっともっと強くする秘密はね。あなたは伝説の切り返し仙人ブラック。皆さんこんにちは。切り返し仙人の双子の弟、切り返し仙人ブラックです。またなんか怪しいおじさん現れたな。みんな、うちが弱いっていうのは腕だけの力で振ってるからなんだ。腕の力で竹刀を強く振るんじゃないんですか。それも大事なんだけどね、もっと大事なことがあって、それは体全体を使って強く打つってことなんだ。腕の力だけで打つっていうのはどうしたって弱くなる。それは例えばサッカーの時にサッカー選手が足だけの力で打ってもボールって飛ばないじゃない。体全体を使ってボールを強く蹴るよね。野球選手でも同じなんだ。腕だけ振ってボールを打ったってそれはホームランなんて打てない。腰を回して体全体で打つから強くボールを飛ばすことができるんだ。剣道だって同じなんだよ。強い打ちを練習するために一番必要なのは大きい弁打ちなんだ。いや違うんです、切り返し仙人ブラック、ちょっと聞いてください。みんな先生はね、僕たちに大きい打ちをやれやれって言うんだけど、僕たちがやりたいのは大きい打ちじゃなくて小さくて強い打ちなんです。なのになんで大きい打ちばっかりやらないといけないんですか。いい質問だね。さっき私が言ったことを覚えてるかい。大きく打つときでも小さく打つときでもポイントは腕だけの力じゃなくて全身の力を使うってことなんだ。全身を使った打ちをするっていうことは正しい体重移動ができるんだ。正しい体重移動ができると力強い踏み込みができるようになるんだ。それを練習するのは大きい打ちを練習するのが一番なんだ。おっと、そろそろ行かなきゃ、ヨガの時間だ。じゃあね。こんにちは、百州ブログでのがです。やってますか。おー、今日は打ちを強くするビデオの2本目、練習編についてお話しします。1本目のビデオを見てない人はそっち先に見てね。そっち先に見て、なんで打ちが弱くなっちゃうのかなって分かってからこっち来てください。今日このビデオを見るだけで打ちを実際に強くしていく練習方法が分かるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明するので、ぜひ聞いてください。手で打つな、足で打て、これって一体何？強く打つためには竹刀をね、強く振り下げするんじゃありません。昔から手で打つな、足で打てって言われてる剣道の教えがあるんですけど、ポイントは腕の力だけで打つんじゃなくて体全体を使って打つ時の体重移動も使って打つから強く打てるんです。強く打つためには強い踏み込み足が必要です。これは聞いたことあるよね。でもうちの弱い人っていうのはね、体が前に突っかかるようになって右足をちょこんと出してるだけ。これだと要するにね、体重の移動ができてないんですよね。腕の力だけでいつまで経っても打ってるからうちが弱いままなんですとね。それでこう思うんですよ。俺は腕の力が足りないんだ、もっと重たい木刀を持って練習しよう、じゃなくて、うちが強い人っていうのは体重の移動がうまいんです。体全体を使ってる。左足にパワーを貯めて体ごと右足をグッとこう送り出してるんです。だから体重移動が分かってない人にね、まだうちが弱い時にただ単純に踏み込み強くしろ強くしろって言われてもね、できないから。そんなことやってると右足だけ強く踏み込むとかやってるとね、かかと痛めるよ。その前に正しい体重移動を練習しないといけないんです。そこで正しい体重移動を身につけるために一番いいのは、ワンランク上の送り足の練習をすることなんです。ステップ1としては、右足だけただね、こうやって出してやってる送り足じゃなくて、左足にパワーを貯めて左足で
体ごと前に押し出すような気持ちで送り足の練習、そこでまずは正しい体重移動を身につけます。そしてステップ2はそのままの左足を意識した正しい体重移動、これを送り足から次は踏み込み足にしていく。そうすると腕だけじゃなくて体重移動ができた上で体ごと持っていくような面打ちに少しずつ近づいていきます。正しい送り足の練習方法についてはまた別のビデオがあるのでよかったら見てください。まずはただ打つだけでなくて体重移動があるんだってことを覚えてください。次は先生がびっくりするぐらい竹刀がお尻についちゃうぐらいいつもより大きな素振りをしましょうっていう話ですね。指導によってはもちろんこの上段のところで振りかぶりを止める素振りもあると思うんですけども、今みんながね、今やりたいのは目的が打ちを強くすることですよね。強くすることだったら僕は大きく限界までできるだけ振りかぶった方が絶対にいいと思います。その方が肩を使えるようになるからなんです。ほら、今までは腕の力だけで竹刀を振っていたのが、今度は腕と肩が使えるようになりました。使える筋肉が一つ増えた。これでまた打ちが強くなりますよ。一つだけ注意点があって、振りかぶった時に竹刀の持ち方が崩れないように、絶対これはダメ。竹刀の持ち方が崩れるんだったら、大きく振りかぶらなくていいです。正しい握り方のままできるだけ大きく振りかぶれる、それでお尻につくなら最高ですって話ですよね。それで次はちょっと難しいんだけど、振り下ろした瞬間に強く打つためには両手の小指薬指で竹刀を締めるような動きをします。とにかく右手と肩とかはね、こういったところはもう力抜いといて、打つ瞬間に両手の小指と差し指で竹刀を締めます。そうすると剣先が走るというか、剣先から竹刀が落ちてくるような振りができるようになります。この最後の2本指の締め、これで打ちが強くなって冴えが出ます。その時に大事なイメージが、面を打つ面のところじゃなくて顎まで切るイメージです。打つ瞬間に小指薬指を締める時にいつもの面の位置よりも瞬間的に切り下げるイメージで、ここをキュッと締めると打ちが強くなります。竹刀の先が走って打ちが強くなります。反対に最後の2本の指の締めがないと竹刀が立ってしまう。こうやって立ってしまう。そしてドラえもんの手になっちゃうんです。そして小指薬指で竹刀を締めるためには正しく竹刀を握ってないとできないんだよね。小指と薬指で竹刀を最後締めれないと強く打てないんです。だから話戻って、竹刀の握りが結局一番大事って話だよね。最後に、強く振り下ろしたいなら腕の筋肉の下側を使うってことなんです。右手が強くてこうやって差し面ばっかやってる子っていうのは腕の筋肉の上半分を使ってです。上半分を使ってバーンバーンって放り込んでるんですよね。じゃなくて、強く振り下ろしたいなら腕の筋肉の下半分、こっちも下半分を使って竹刀を振り下ろします。そうすると最後の小指薬指の竹刀の締めもこの辺使って最後キュッと締めるから、打ちが小さくても強くできるようになるんです。強く打ちたいなら腕の下半分の筋肉を使って竹刀を振りましょう。以上が2本目のビデオの打ちを強くする練習方法になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるでしょう。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。